世界のイチロー。今回はそんなイチローの面白いエピソードを50個紹介します。メジャー時代は5年以上にわたって朝昼兼用で毎日カレーを食べていたイチロー。カレーに対しては無類のこだわりがあり、カレーの上にカツなんて考えられないですよとカツカレーの存在を一蹴していた。カレーはビーフカレー、この方がシンプルでしょと話すイチローだが、ビーフカレーの中に入っている牛肉は出汁を取ったカツだからという理由で受け入れられず食べないそう。現役時代も食事について気を使っていなかったと断言するイチロー。ただ痩せないで体重をキープすることだけは約束事として決めていたようで、ランチにハンバーガーを4つとポテトにコーラというラインナップだった時もあったという。潔癖症とも言われるイチローは、外出先のトイレのドアノブや取っ手を触るのに抵抗があるそうで、使用するときは一番触れる面積が狭いという理由から小指で扉の開け閉めなどをするそう。イチローは20歳ながら、すでに趣味は盆栽と金魚と渋すぎる趣味をプロフィール欄に書いていた。このことが気になった記者に真相を聞かれると、イチローは誰が言ったのととぼけて牙を剥くこともあったが、別の時にイチローは冗談でプロフィールの欄に書いたんですけどね、趣味は音楽なんて書いたって面白くないでしょと明かしていた。イチローの友人はある時、カフェでメニューにカツサンドがないことに腹を立てて店員と喧嘩をしてしまったそう。このことを知ったイチローは2人に仲直りしてもらおうと、2013年のキャンプインの時に胸にカツサンドないの?とプリントされ、背中に冗談言ってんの?とプリントされた T シャツを着用して現れた。イチローは家庭の方針に現物株だけはやってよし、他はギャンブル含めて全部ダメという家訓があり、小学生の頃からお小遣いやお年玉を株式投資に当てていたそう。そのため部活の部室では、周りの選手がスポーツ新聞を見ている中、イチローは一人日経新聞や会社四季報を見て情勢をチェックしていたそう。投資歴が40年近いイチローだが、株券が紙切れになったことが何回もあるという。それに共通しているのが、人からここいいよと紹介された銘柄だったと教訓を得たことを話している。オリックス時代、神戸にいるときは試合前夜は毎回牛タンを食べていたというイチロー。今でも神戸に滞在しているときは収録で牛タンを食べに行っているそうで、なぜ毎日ではなく収録なのかと聞かれたイチローは、月曜定休日なんですよと理由を明かしていた。日本が優勝した時の2009年の WBC では、重圧がのしかかり、決勝まで打率2割1分1厘と予想外の不振に陥ったイチロー。 WBC を語る上で忘れられない名場面となっている韓国との決勝戦の10回表、2アウト1塁3塁という世紀のビッグチャンスで、イチローに打席が回ってきた時、イチローはここで三振ぶっこいて負けたら本当に俺の過去は何もかもがなくなるなと、ものすごいプレッシャーを感じていた。ところが、イチローの2球目で、一塁ランナーだった岩村明憲が盗塁スタート。無事2投は決めたものの、刺されれば3アウトチェンジという危険な場面での盗塁に、イチローは、あいつあんなとこでさ、盗塁しないでしょう、と後に笑いながら語っていた。そしてイチローは8球目に、狙っていた高速シンカーをセンター前に打ち返して、勝ち越しとなる2点タイムリーヒットで勝負を決め、日本に2大会連続となる WBC 優勝をもたらした。試合後、僕は持っている、神が降りてきましたねと語ったイチロー。優勝を祝うビールかけでは、13歳年下ではあるが16センチも身長が高いダルビッシュに頭の上からチャーッとビールをかけられたイチローは、お前背が高いんだよと嘆いていた。ビールかけでは後輩にかけられまくったイチローは、この先輩をリスペクトしない感じが世界一に繋がったんですよ、もうバカ野郎と話し、全力で楽しんでいた。WBC でのストレスと疲労から大会後すぐに胃潰瘍になったイチロー。これを機に朝カレーをやめた模様。2009年の WBC 後には川崎宗則に、収穫はイチローさんがユンケルを試合開始1時間前に飲むことが分かったことですとジョークを飛ばされたこともおなじみで、イチローとセットのイメージが強い栄養ドリンクのユンケル。イチローは20歳頃に、ここはお金かけるところだと思ったと、年俸が800万円ながら1本3000円するユンケルを毎日飲むようにしたことが長年にわたってルーティーンとなっていた。総資産は198億円ほどで、歴代メジャーリーガーでも3位に入ると言われているイチロー。オリックス時代は9年間で約20億円稼いだが、お金はほとんど残ってないです。アメリカに行ってから資産を一から築いたという感じですと話している。オリックス時代の1999年の契約更改では、当時の NPB 最高額となる年俸5億3000万円でサインしたが、本人は金額については相変わらずピンとこないと特に喜ぶ素振りは見せなかった。そんなイチローの本名は鈴木一郎。鈴木という日本で2番目に多い名字に、一郎というベタな名前が付けられたことに対して、一郎は、鈴木で一郎は最悪なんですよ、親を憎みましたよ僕はと冗談半分に話していた。プロ入り3年目で登録名を本名の鈴木一郎から一郎に変更した。現役引退後、一郎は自身の名前について、皮肉なもので名前が一郎だったからみんなに覚えてもらえたというのもあるんだよねとしみじみと語っていた。イチローはマリナーズ時代の試合前にピザをワンホール頼んでいた。当時同僚だった城島健二は、イチローが毎回ピザを2切れ残していたのを見て、くださいと懇願。ところがイチローは、食べるな、これは2枚残すのが俺のルーティーンだから、食べたかったら自分で買えと言ってきたという。イチローは1学年上の稲葉篤則と対談した時、野球をやる上での奥深さについてひたすら熱く語り続けた。そして気づけば1時間18分話していたことを知ると、イチローはえぐいってとグラウンドを叩きながら驚いていた。そんな稲葉篤則とは少年時代に同じバッティングセンターに通っていた中、イチローは中3の時に将来確実にプロに入る人と噂されていた稲葉がバッセンで打っている姿を見た時、俺プロいけると感じたという。
高校時代割と天才だったと語る一郎、チームの中で一番練習しなかったと明かす一郎はチームメイトがプロ行くのは諦めたって嘆いていたと回想している。高校時代は一人隠れて個人練習をしていたというエピソードも残っている一郎だが、本人はこれを否定。グラウンドで時間を潰しているだけだった。コーチ来るなーって予感した時だけ腹筋を始めた。と、普通の高校生と何ら変わりなかったことを告白している。一郎は小さい頃からエースで4番を務めていて、進学した名門校の愛工大名電でもエースピッチャーとして甲子園に出場していた。ただ、高校1年の春には打ち込まれて野球をやめたいと吐露したこともあったそう。高校時代、一郎は先輩からのプレッシャーでイップスに苦しんだ上に、通学中に交通事故に遭ったこともあってから、本来の投球フォームを忘れてしまったこともあって、打者に専念することになったという。一郎は学生時代、父に女性と交際することは禁止されていた。一郎は厳しかった、僕にはあんまり言わなかったんですけどねと話している通り、父は一郎の相手女性の方に付き合うなと言ってブロックを敷いていたという。一郎は1998年頃から関係を持った女性がいた。しかしその女性は翌年に別の男と結婚したようで、既婚者になったことを知らなかったと主張する一郎は女性と関係を続けてしまい、不倫騒動に発展。最終的に一郎は1250万円の支払いを命じられてしまう。一郎は1999年に25歳で TBS のアナウンサーだった8歳年上の福島由美子と結婚。結婚理由に関して一郎は友達だったパターンと話している。一郎は今回の WBC 監督の栗山英樹と不思議な接点がある。一郎の妻由美子夫人は一郎と付き合う前に栗山監督と付き合っていたそう。ただ当時の栗山監督はプレイボーイとしても有名で、テニスの伊達公子の方に気持ちが揺らぎ、 99% は福島さんのことを考えているが、残り 1% は伊達さんを考えていると話して、由美子夫人は振られてしまったという。一郎好物のカレーを作るのは由美子夫人の担当だが、妻はカレーを食べない。ストイックに見える一郎だが、現役引退してからはアルコールを入れない日はないですと毎日お酒を飲んでいることを明かしている。ダウンタウン浜田雅俊らにタバコの煙を顔にかけてほしいと言って、時々副流煙を吸いながら禁煙に取り組んでいた和田アキ子に対して、一郎は長年付き合ってきたタバコという友と別れるときは大変なエネルギーを消耗します、しかしアッコさんという友を奪われかねない方たちの思いを知ってくださいとメール。和田アキ子は一郎の後押しもあって禁煙に成功した。一郎は高卒でプロ入りしてから2年間は主に2軍での生活だった。そして3年目には大魔神こと佐々木主浩のトレードで横浜に移籍する話も出たそうだが、この年オリックスの新監督に就いた仰木彬監督が一郎に惚れ込み、オリックスに残留することになった。するとこの年いきなり打率3割8分5厘を記録し、安打数は NPB 記録となる210本を放った。世間では安打数の話題が大きく取り上げられたため、この年から NPB が最多安打のタイトルを表彰することにしたという。そんな中、翌1995年の1月に神戸の寮で生活していた一郎は阪神淡路大震災を経験。一郎は初めて死ぬかもなと思ったそうだが、頑張ろう神戸を合言葉に一丸となったチームをリーグ優勝に導く打者5冠の活躍で、唯一逃したホームラン王のタイトルも獲得まであと3本と前人未到の打者6冠に迫った。ピッチャーとしても140キロ台後半の速球を持っていた一郎は1996年のオールスターで松井秀喜との夢の対決が実現しかけた。9回表2アウトで松井の打席が回ってくると、一郎が登板し会場は大盛り上がりに。しかしこれに冒涜だとブチ切れた野村克也監督が松井を現ヤクルト監督の投手高津慎吾と交代し、夢の対決は幻になった。一郎は高津さんと聞いて全力では投げられないと思いましたと物足りなさそうだった。若い頃はかなり尖っていたとも言われる一郎。1999年に NPB 史上最速で1000本安打を達成した時は、形ができていないものも含まれてますからね。楽しみにしていた人に喜んでもらえたらそれでいいと、25歳にして自らが喜ぶ姿は見せなかった。NPB では7年連続首位打者と無双状態にあった一郎は2001年にメジャーに挑戦。ただ一郎はマリナーズ入団当初、ファンから日本に帰れなどとヤジが絶えず、主力選手からもここはリトルリーグじゃない、家に帰れなどと厳しく批判されていた。それでも一郎は1年目から打率3割5分で首位打者と盗塁王を獲得する鮮烈なデビューを果たし、新人王だけではなくアジア人初のシーズン MVP も獲得した。4年目の2004年にも打率3割7分2厘で首位打者になるだけではなく、メジャーのシーズン最多安打記録を84年ぶりに塗り替える262本のヒットを放つという永久不滅とも言われる記録を打ち立てた。この活躍には平成天皇までも一郎選手の大リーグで成し遂げた大きな成果も心に残ることでしたと名前を出して称賛するほどだった。その後もメジャーで活躍し続けた一郎は2016年にプロ人生通算4257本目のヒットを放って安打数のギネス記録を更新。さらにアジア人初のメジャー3000本安打も達成した。そんな一郎でも2019年に現役引退した時は、人よりも頑張ってきたとはとても言えないと謙虚だった。以前テレビで毎日肉を食べると発言していた一郎、焼肉に行くとわざわざ1枚ずつ焼くそうなのだが、一郎は焦がして食べたら犠牲になった牛の供養ができないと理由を話していた。一郎は名前とは裏腹に長男ではなく次男。少年時代は365日中360日野球の練習をしていたという一郎だが、他にもそろばんや習字、さらには囲碁にも習い事として勤しんでいた。3歳の時に初めてのおもちゃのバットとボールをゲットした一郎は、その日から寝る時も離さなくなるほど野球に夢中になったと父は語っている。父
は一郎の8歳年上の妻との結婚やメジャー挑戦に否定的だったそう。対立した一郎は父との関係が悪くなり、税金関係のトラブルもあって実家に帰省する時も父と会わないようにささっと寄っているとのことが報じられていた。そんな一郎の代名詞といえば、ライトからの高速返球、レーザービーム。この言葉が浸透したのは、マリナーズに入団したばかりの2001年4月11日、アスレティックスとの一戦だった。8回、ワンアウト1塁というカウントで、相手のライト前ヒットを猛チャージしてキャッチすると、スムーズな捕球から、3塁へ矢のような凄まじい送球。ボールはノーバンでサードの手に吸い込まれると、捕球時には2塁を蹴っていた相手選手を刺したのだ。これに実況は大興奮で、まるでレーザービームと発言したのが由来だそう。かつてチームメイトからは野球道具をトロフィーのように大切に扱うと言われ、自身も道具ではない自分の体の一部と話していた一郎。一方で他人のバットやグローブには絶対に触らないというマイルールがあるそうで、手に重さや形が残るのが嫌だという理由のようだ。オリックス時代に一度だけベンチでバットを投げつけたことをすごく後悔している一郎は、その後バットの制作をしている水野の担当に申し訳ないと謝罪。担当はそこまで大切にされていたのかと嬉しくなりましたと感慨深かったそう。イチローは現役引退した後、マリナーズのフロントに入ったが、その給料は多くの現役選手よりも多い、チーム全体のトップ5に入ると言われている。これはイチローが現役時代の年俸を利子付きの分割払いで受け取っているためで、2032年まで発生するそう。引退後は神戸智弁という草野球チームを作ったイチロー。ここでは投手としてもプレーし、去年も最速134キロを投げて完投するなどバリバリプレーしている。またイチローは声をかけた平成の怪物松坂大輔を4番ショートに任命し、松坂は3安打を挙げていたそう。というわけで今回はイチローの面白いエピソードを50個紹介しましたが、この動画ではダルビッシュの面白いエピソードも紹介しているので、ぜひ見てください。そして最後に、この動画が面白かった方はチャンネル登録だけでいいのでお願いします。それでは皆さん、さようなら。